久米ユウは日本の元野球選手、栃木県足利市出身、栃木県足利市出身、気流第一高等学校時代は、首相二類士として2003年の第85回全国高等学校野球選手権大会に出場し、ベスト4に貢献。高校時代は俊足と堅実な守りや玉さばきの良さをセールスポイントとした内野手だった。 明治大学入学後投手に転校。一年時の春季リーグ戦で、東京六大学野球リーグ戦優勝を経験した。同年秋の開幕戦に救援で、初登板を果たし高投するが、松井拓博氏に、完封負けを喫した、苦い試合だった。四年時には、古川祐希、水田博白石守と合わせて、明大カルテット、または、M4 と呼ばれた。 協力投手陣を形成した。また北京オリンピックプレ大会の代表に選出されている。リーグ通算50試合に、登板9勝9敗、防御率2.59を記録。同年11月19日、大学、社会人ドラフトにおいて福岡ソフトバンクホークスの3巡目、指名を受け、11月29日、ソフトバンクと仮契約を結んだ。 ソフトバンク時代ルーキーイヤーの2008年開幕を一軍で迎えると3月20日の開幕戦で8回途中から救援当番、チームがサヨナラ勝ちしたためプロ初勝利を挙げた新人選手が開幕戦でプロ初当番初勝利を記録するのは2000年3月31日の木塚厚氏以来8年ぶりパリーグでは1959年の足立光弘以来49年ぶり5人目の 記録、開幕戦の勢いのままシーズン前半を防御率0点台で終えるなど、マハラ・タ不在で手薄な救援陣の救世主となり、40試合に登板し、防御率3.25、チーム最多の19ホールドポイントを記録。しかし、連投の疲れからか中盤以降は打たれる場面が目立つようになり、2軍落ちも経験した。2009年は6月の練習中に、 右手首を骨折したため、18試合の当番に終わった。2012年6月13日に、レビロメロ、福本敦志との交換トレードで、立、岡総一郎と共に、読売ジャイアンツへの移籍が決定した。背番号は、ソフトバンク時代と同じ、39。しかし、一軍当番はなく、2012年10月2日に、読売ジャイアンツから戦力外通告を受け、退団した。 2013年に社会人野球の日立製作所公式野球部に入団。背番号は18となったが、同年限りで退部した。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。ありがとうございます。